うした？ここから出るのが待ち遠しい。鳥肌が立つよ。今はいろいろと混乱しているから、やることはたくさんあるわ。人造人間が連邦から逃げたら、デズデモーナにこれを渡せと言われた。これを回復させるのは驚くべき偉業だ。だが問題はそこじゃない。わずかな訓練のこと以外、我々は君のことをほとんど知らないが、デズデモーナは本部に招待していた。彼女が副司令官に相談をしてくれていたらよかったのだが、もう済んだことだ。ここにいる以上、君にも仕事を与えないとな。危険な仕事はこなせないと思ってるのか？危険かどうかは問題ではない。スイッチボードでの働きは君が恐れ知らずだということを証明している。任務には人造人間に関する知識や我々の行動が必要ないことを祈る。君が十分に学ぶ機会がなかった何かだ。何が必要か言ってくれ、ドクター。外部エージェントの一人、ストックトンが逃亡した人造人間 H222 のことで助けを求めている。それで本部はいつものように他の連中がわざわざ消そうとはしない火を消している。被害妄想にとらわれた頑固じじいが問題の詳細を教えてくれない。秘密の受け渡し場所で話すと主張している。秘密の受け渡し場所とは？知らないのか、ブルー。素人じゃないんだし。やれやれ。秘密の受け渡し場所はレールサインのある郵便箱だ。我々にとって最も一般的な連絡方法だ。見逃さないようにしてくれ。ストックトンと接触する場合、正しい合言葉を言わないと彼は相手にしてくれない。現在の合図はガイガーカウンターを持っているかで、それに対する合言葉は店の中にあるだ。それくらいはディーコンから教わっただろう。安心してくれ、うまくやる。君の言葉には説得力があるな。ストックトンはアンカーヒルでは有名なビジネスマンだ。受け渡し場所もその近くにある。裏にある避難用トンネルを使えばすぐにたどり着ける。それともレイダー？単独で来た。フリーランスね。よし、入っていいけど発砲は禁止。マーケットは開いてる。好きなだけ商売していい。関節炎かもしれないわ。訪問者で関節に炎症が起こって痛みを伴う摩擦が生じるの。ようこそいらっしゃい。ガイガーカウンターを持っているかね？店の中にある。あなたが？私はもっと女性的な人だと思っていました。あなたは私の友人の仲間ですよね？そうだと言っておく。やっぱりまだ仲良くなったばかりだろ。知っておいてほしいのは、ここが最初の目的地ということだ。我々の新しい荷物の。だからここの安全を確保し、
不必要な遅れを避けることはとても重要なんだ。商人は常に効率よく商品を運ばないといけない。通商ルートにある中継地点は見逃したくない。そうでしょ？その通り。今私の手元にある荷物は届いてからかなり時間が経っている。その荷物を近くの目的地に届けなければならないんだが、レイダーたちが問題を複雑にしている。そこで奴らを配送ルートを確保する。任せてくれ。荷物は夜間に届ける予定だ。だから夜が明ける前に邪魔者たちを始末できれば今夜中に届けることができる。それじゃ。いいね。何か見た？いや、何もない。
いや、問題はないようだ。彼が H-222 だ。 H-2、 ここにいるのが前に話した人間だ。はじめまして H-2。 私に会うことを喜んでいる者が他にもいる。これに慣れるには時間がかかりそう。私が話したことを忘れるな H-2。 合図を灯す。これでよし。もう私は行かないと。 H-2 を守ってくれ。すぐに誰かが来る。落ち着け。撃つな。フィクサーだな。君の話は聞いた。フリーダムトレイルを歩いてスイッチボードを制圧した。組織に加わってくれてよかった。ガイガーカウンターを持ってるか。もちろん。店の中にある。これでいいか。それじゃあ友人を紹介してもらおう。いや、大丈夫か。少し困惑してるけど調子はいいよ。別の男性が、彼はあまり話しすぎるなと言ってた。それでいいんだ H-2。君にはちゃんとした名前と新しい顔が必要なんだが、それは後だ。レイダーたちが俺の後ろにいる。悪いが、もう少し力を貸してくれ。新入りというのは？新しく到着した人造人間はシリアルナンバーを削り取らなくちゃならない。インスティチュートが見つけにくくなる。さらに多くの人造人間は新しい記憶を欲しがる。それが身を守る手段にもなるから。だがまずは彼を安全な場所に連れて行かないと。タイコンデロガの隠れ家に行かないと。俺の家だ。ボート事故を生き延びた人造人間が大勢いる。彼らは俺たちが連邦から脱出させる。タイコンデロガで何を？仕事の大部分は新入りの面倒を見ることだ。彼らは山ほど疑問を抱えているから、できるだけ答えるようにしている。こっちから質問をすることもある。インスティチュートのことやその他のこと。エージェントが悪い連中に追われている場合、身を隠すために寄ることもある。だから退屈はしない。俺が案内する。お望みなら何か運ぶよ。
やあ、ハイライズ。着いた。君みたいなエージェントにとってはいつもの仕事だろ。業務の一部だ。グローリーより君の方を好きになりそうだ。食べ物や弾薬、もしくは仮眠を取りたくなったらエレベーターに乗ってタイコンに来てくれ。隠れ家は好きに使っていい。とりあえず今は H2 の面倒を見ないと。それじゃ。キャリントン。大物たちは四六時中ほっつき歩いている。 H2-22 の問題は解決されたということで間違いないな。だがやることはまだある。我々はスイッチボードを失って以降、2つの隠れ家を除く全ての運命を見届けてきた。君にオーガスタを調べてほしい。隠れ家でも問題が起きてるのか。攻撃されたのはスイッチボードだけだと思ってた。インスティチュートは本部を破壊するだけでは満足しなかった。そう、奴らは我々の大切なものすべてに同時攻撃を仕掛けた。ヘルカイマーとアレンの隠れ家は両方とも破壊された。オーガスタもそのリストに加わる恐れがある。インスティチュートの攻撃はどのくらいひどかった？正直なところ、レールロードが残っていたのは幸運だ。ここまで人数が少なくなったことはこれまでなかった。だがそれでも任務は続く。オーガスタについて知りたい。詳細は受け渡し場所に行けばわかる。気をつけてくれ。目を覆いたくなる光景に出くわす可能性は高い。